日本の新聞は、日本と韓国間の新型コロナウイルス感染症対応の協力を求める内容の社説を続けて出している。毎日新聞はコロナと日韓関係、自然体で協力を進めたいというタイトルの14日付の社説で、国によって事情の異なる点もあるが、 韓国が経験した感染を抑え込みと制限緩和の難しさは日本の参考になると伝えた。しかし、ところが現実には、日韓両政府間の意思疎通は目つまり状態にある都市、元徴用匠の問題などで積み重なった相互不信にとらわれ、身動きできないのだと伝えた。また、 一方でコロナ対策は政治的対立と切り離して考えねばならない。国民の生命を守ることはもう優先の政策課題であると強調した。毎日新聞は、両国の子供の日に急性白血病にかかったインド在住の韓国の子供が日本の航空便を利用して帰国することができた事実を例に挙げ、 隣国だからこその協力を久しぶりに見ることができたと評価した。また朝日新聞も前日の社説で、両国政府は貿易問題の政治化を避けるべきだとして、新型コロナ対応協力を求めていた。